今日はヒースロー空港来ていて、今4時なんですけど、デンマークの方にこれから向かっていこうと思います。で、次の目的地がコペンハーゲン経由のフェロー諸島っていう場所で、今日はね、とりあえずコペンハーゲンを目指して移動しようかなと思います。空港のさ、蛇状のさ、並ぶやつさ、空いてるときはショートカットしてほしいよね。確かに。もうマジエクササイズ買ってるぐらいみんな。エクササイズしてるな。エクササイズしてるよね。いけた。無事とりあえずチェックインできたんで、今から薬ファンドの場所を探しにちょっと今うろうろしてます。アメリカで物買った時は全然免税が効かなくてだいぶ困ったんですけど、イギリスはどうやらあるらしいんで、ちょっとその薬ファンドセンターでね、こういう次のこの冬ハイキング用のウェアとかのリファンドができるかちょっと聞いてみようかなと思います。 Excuse me?So where is tax refund counter? There is no more tax refund after we left the EU. Oh, there's no? No. The government has put it on the government website. Uh-huh. We don't do it anymore. Oh, really?We are from Japan. Yeah. So we will go out from London tomorrow. Yeah. And do you know, is there tax free or something in airport? Which airport? Heathrow. There is. There is one in Heathrow. Ah, there is. Yeah. We need a receipt. Yeah, the receipt is in there and yeah. The card you paid with. Okay. If you just give them this receipt and prove that the card that you paid with, the number is there with this receipt. Okay.Then you should get your tax refund. Okay, thank you so much. Thank you. あるんだ。You check on the UK government website. Okay. ないんだ。じゃあやっぱみんなが言ってたやつは何だったんだ。やっぱり調べてみようか一回。見てこれ、このさ、こんななんかジャンキーなさ、食事したいよね。したい。てかさ、イギリスの朝食うまくね。美味しい、普通に。なんかイギリスって料理まずいって聞くんだけどさ、うん、未だになんかまずいものに出会ってないんだけどさ。出会ってないよね。どこにあるんだろうね、その皆さんが食べられてるという。そう、まずいもの。どこなんでしょうか。ね、美味しいよ、全然美味しい。美味しいよ、うん、あ、これ QR でオーダーすんだ。海外って QR コードでオーダー多いよね。多いよ。なんかさ、こうヒースロー空港来て思ったんだけどさ、荷物の預ける機械とかさ、チェックインとかさ、あとセキュリティチェックですらさ、ほぼ自動化されてたよね。自動化されてたんですね。人ほぼいなくてさ。いや、結構完全自動化が多くて、うん、びっくりした。だってここのさ、レストランもさ、テーブルも自分で探して、で QR コードで読み込んで、そうそうそう、あとオーダー持ってくるのは多分店員さん、だけみたいな。店員さんも楽だよね。そうだね。まあ人件費的にはめっちゃ削減されてるからどうかなって感じのとこもあるけど、すごい未来感はあるね。ある。なんかこれを見るに、2021年1月1日よりイングランド、ウェールズ、スコットランドでの VAT、まあ、要はこう免税が廃止になりました。英国内で購入した商品はヒースロー空港などで免税手続きをすることができなくなりました。できんのかい。まあ、英国内で免税でお買い物するには空港内の免税店に限られています。 VAT は、20% ですらしいですわ。残念。 20% 返ってくるかと思ったらマジで残念だ。これちょっと前の話になるんだけど、 NBA 選手のヤニス選手が今年ね、イースタンカンファレンスのプレーオフで1勝3敗で迎えたことで、記者からね、このシーズンは失敗だったなっていう話、質問があったんですよ。ほんでそのヤニス選手の言葉がね、すごいこう良かったんで紹介したいなと思って。
で、この参拝、一勝して参拝なんで、基本的には、まあ、NBA プレーヤー、チームとしては、もちろんその勝ちたかったんで、うん、まあ、残念な結果っていう感じだったんですけども、失敗ですかっていう記者からの質問に対して、ヤニス選手が、マイケル・ジョーダンが15年間プレーして、で6回優勝しましたと。じゃあその残りの9年間は失敗だったのかっていうようなことをね、その記者に返したんですよ。でマイケル・ジョーダンって皆さんご存知の通り、バスケの神様みたいな、もうめちゃくちゃ一番成功した人と言っても過言ではない、もう伝説のプレイヤーなんですけども、マイケル・ジョーダンですら15年間プレーして、まあ、9回は優勝を逃した。でも6回優勝しただけでもめちゃくちゃすごいのに、まあ、記者の人とか、まあ、その見てる側からすると断片的なその時の結果だけでこう物事を判断しちゃうし、まあ、なんだったらね、このやってる本人、まあ、ヤニス選手とかの本人も残念な結果って落ち込むこともあると思うんですけれども、まあ、ヤニス選手はそういう長い目で見て、別にこれはその成功までの過程だっていうふうに捉えて、そういうふうに返したってことで、これはめちゃくちゃ人生のためになる話だなって思ったんで、今日はね、それを紹介したいなと思いました。 Thank you。When it came apart, I didn't think she'd break my heart. We were just a summertime friend. See that girl over there, cute with the long brown hair. In the summertime, we used to hang together, holding hands by the beach, feeling each other's heartbeats. Thinking life was perfect, I should have known better.When she walked away, I didn't think I'd be okay. But we were just a summertime thing. And it came apart, I didn't think she'd break my heart. But we were just a summertime thing.オラは世間の絶景を求めて旅してる妻。今日はノマドシムっちゅう国内外で使える eSIM があるみてえだから実際に使ってみたぞ。この eSIM、世界85カ国で使えて、設定が QR コード読み込むだけだから勃起簡単だったぞ。しかも日本のサービスだからうまくいかない時のサポートも日本語で受けられてありがたし、なめがたし。オラ最近まで海外の安い eSIM 使ってたんだけど、初期設定がとんでもなく複雑で、サポートももちろん英語。eSIM の利用開始するまでに時間かかりすぎて、旅行終わっちまうかと思ったぞ。今回ゼオケ専用の割引コードも用意してもらったから、概要欄からガンガン利用してくれよな。ゼオケの Vlog は続く。デンマーク今着きまして、デンマークの首都のね、コペンハーゲンに着いたんだけど、ここからね、空港から僕らのホテルまでタクシーオアシャトルバスで行こうかなと思います。街が可愛いから散策するの楽しみだよ。そう、街ね、めちゃくちゃ可愛いよ。絵本みたいな感じで、まさしくあのアンデルセンの故郷で人魚姫とかね、いろいろ童話も生まれてるんでね、街の様子はね、すごい楽しみ。散歩するの楽しみ、楽しみだね。コペンハーゲンのね、今からホテル泊まるところの最寄り駅について今ね、歩いてもうちょいで着くっていう感じです。街並みがめちゃくちゃ清潔で、で建物も超可愛くてね、もう治安もどう見てもいいでしょうっていう感じの街の雰囲気です。すごいおしゃれ。やっぱ北欧なんでね、今結構空気感もね、涼しくて爽やかで気持ちいい感じです。あ、めちゃくちゃおしゃれやね。うわ、これマジで心躍るあの人おらんやろ。てる。なんだこのうまそうな食べ物は。
ました。デンマークではこのスモーブローっていうオープンサンドイッチが有名で、バターを塗ったライ麦パンにお肉やお魚、卵、野菜などいろんな具材が盛り付けられてて、とんでもなく美味しかったから、見つけた時はぜひ食べてみてください。腹ごしらえの後は待ち待ったホテルへ。今回泊まったのはマノンレススイーツっていうホテルで、なんといってもこの超おしゃれなプールが特徴的。空港から車で30分でアクセスも良好。デンマークに来る際はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあホテル着きましたが、ここやばいね。やばい。すごい綺麗。ね、これはもう本当に世界でもここしかないんじゃないかな。もうこのプールのためだけにこのコペンハーゲンに来たと言っても過言ではない。いや本当に、うん、なんて素敵なの。これ結構、あ、これ作り物かと思いきやガチ植物。ガチ植物。おお。うわー、これはゆっくりできそうだ ね、 今日一日プールで遊ぼうよ。いや一日プールだこれ。しかも意外と人が少ないっていう。そうそう、このホテルは今日安くて3万5000円ぐらい、大人しか入れないホテルっていうことで、プールにバーもあったり、プールも温水だからお水の、ね、温度もあったかくて結構快適みたいよ。最高なんだけどね。早く入りたいな。ね、ジムどころじゃないかも。、まあ、とりあえずジム行ってから行こう。行こうか。おー、めちゃくちゃいいジムやな。本格的すぎるやろこれは。なんかアメリカのドラマでこのジム行った。すごいやん。もうホテルのジムじゃないじゃんこれ。リングもあるじゃん、あっち。初めて見るなんか機材というかさ、うん、ランニングのジムもあのタイプ見たことない。確かに。いや、俺はなんかホテルのジムでリングがあるの結構初めて見たかも。これはテンション上がるね。すごいね。ね、これホテルだもんね。ホテルだよ。すごい。このホテルクオリティバカ高いぞ。バカ高い、すごい。楽しいな。俺もあのコペンハーゲン T シャツ欲しくなっちゃうな。なんか売ってそうだったよ、入り口。いやでもこれがさ、これを各地で買っちゃっても荷物が半端ないからさ。我慢しないといけないっていう世界旅行の辛さ。世界旅行あるわよ。メインのプールやジムの他にも屋上にはレストランとサウナもあって、ホテルで完結して遊べる空間になっていたのも良かった。ちなみにお部屋はこんな感じ。デザインに凝ったお部屋で、家具やアメニティへのこだわりがマジで半端ない。すごいねこのレストラン。すごいね。こんなとこまで、本当のルーフトップまで。これサウナ？なんかね、奥にサウナがあるんですよ。じゃあサウナ俺らも入れんのかな。入れると思う。すごいやん、すごいね。クオリティ高いよね。ね、確かに。うわー、デコで外気浴みたいな、うん、すごいじゃん。サウナだ、すごい。あ、そうなんだ。すごい。あ、ボディスクラブなんだ。あ、なんか俺は砂糖とか入れてレモネード作るのかと思った。危ねえ。これ飲んだらまずいよね。飲んだらまずいよ。これは飲んでいいけどね。はいはいはい。とスリッパもあります。なるほどですね。で、すごい。あ、スリッパ履いて、で、タオルも。うんうんうん、うん、素晴らしいね。ここのホテルなんか面白いね。面白いね、うん、なんかエントランス結構こじんまりしてるけど。そう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 。なんか中入っちゃうとエリアがすごく広くて、エンタメというか過ごしやすさを追求したっていう感じがある、ね。すごいね、お昼時でもアルコールメニューだけをすぐ出してくれる。大人の。 Thank you 様。今時刻が12時半で、
あの座った瞬間お酒のメニューだけ出してさすが大人のホテルね、さすがの大人のメニューです。 Thank you so much. Sorry for the wait. 美味しそう。うわ、むっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。なんじゃこりゃ。なんだこの食べ物。スピナッチワッフル、ほうれん草ワッフルと、うん、そっちが照り焼きサーモンボール。サーモンボール。うまそう。いただいちゃいますか。いただきます。美味しい。美味しい。なんか照り焼きソースが結構甘めで。なんかご飯も、うん、日本っぽくないけど、なんていうの、ちょっとこう固めで、私結構固めが好きなのね、うん、はいはい、非常に私好みで美味しいです。うん、美味しそう。美味しい。ということで、次回はついに目的地フェロー諸島へ向かいます。厳しい自然の中で生き残った地球最後の楽園、見たこともない絶景が広がっているので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。今後もこのチャンネルでは世界の絶景とともに旅の様子を発信するので、ぜひいいね登録で応援してください。それでは、人生は自己実現と家族孝行、両家の冒険は続く。集まってきたんだけど集まってきちゃった。人間よ、ここはお前らの来る場所ではないみたいな感じでさ集まってきたんだけど集まってきたね。